今信号待ちです。今日はね、カットの予約が入ってるんでちょっと遅れちゃいましたね。やばいな、先生も出しちゃった。おはようございます。先生おはようございます。お久しぶりでございます。ちょっと遅れちゃいます、すいません、すいません。やばい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 、遅れちゃいました、すいません、すいません。やばい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 、おはようございます。おはようございます。あ、じゃあ先生バックをお願いします。はい、でしょ、うん、カツラですよ、カツラの代わりですよ。いやー最近ハゲちゃってハゲちゃっていや笑い事じゃないっすよ、もうね。いやこの国は本当に武士っていうのはねすごいなと思いますよ。武士って要はさ、前髪ある人のことバカにしてたわけじゃん。また前髪あるのなんつって、っていうことはこの国っていうのはそのハゲをかっこいいとする文化を作っちゃったわけですよ。要は俺が思うにですよ。先生どうぞ。だからすごい、なんだろうな、もうすごい歴史の国だなと思うんですよね俺。そのハゲをかっこよく見せちゃうっていう、そんな文化ってスキンヘッドもすごいなと思うんですよ。だから今の結構やってますもんね、みんなね、スキンヘッドね。だからその要は床屋さんいらなくなっちゃいます。スキンヘッドは何だったらお坊さんだと思うんですよ。お坊さんの世界もハゲの方がかっこいいんですよ。要は光が光ってて頭がツルツル、あの光具合はいいなとか言ってるらしいんですね、お坊さんの世界は。僕あのあそこの伊那の お寺の人の奥さん、あのここのお客さんで多分今も来てると思うんですけど、まあ俺来てたんで昔は。スキンヘッドね、スキンヘッドは絶対全然そうですよ、多分ね、全然なんで絶対行かないですもん、スキンの人は絶対切り行かないですもん。シェービングとかなんかシェービングと一緒ですね、はい、風呂入った時に、うん、風呂入った時に全部やっちゃうんで、俺もスキンヘッドだった時あるんで自分で、ただ俺やっちゃうと、朝セーターとか T シャツ着る時に、はい、すごいんですよ、グリップ引っかかっちゃって、キュッ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 って、あの髪の毛ちょっとで伸びると、うん、頭引っかかっちゃうんですよ、 T シャツ着るときに。本当冗談みたいな話なんですけど、ここであるのね、ここであるのね、移動していこう。ここで洗えてること。試合を楽しくやれるように。まあもうそんなに練習もできないし。ああできないんだ。やっぱりあのコロナ。可能性もありますし。はい。まあ、だいぶ変わりましたね。昔とは違っても。学校教育自体が。もうそこまでどっちか。熱くなれないと。だから難しいなと思いました。伊藤先生なんか相当つまんねんじゃん。
それじゃあ、あれだけ熱くやる先生らは斉藤先生とか、斉藤先生たち熱くやってるのかな。なんかやっぱり県で1位みたいですよ。あ、今西岡の方が、あ、留学生じゃないですか今先生、うん、もう違う、今西岡多分県で1位、うん、斉藤先生すげえな。じゃあ、また引っ張られたのかな。でも、もうそろそろですよね、多分もう後半なんじゃないかな、うん、いい先生ですよね。素晴らしい先生ですよね、県1位。あの関東大会の雰囲気はもうまたすごいんですよ。大会が会場がでかいんで、関東大会になるとめちゃめちゃでかい体育館なんで、でも高さが違うんですよ。なんかあの観客席の高さがでかすぎるともう迫力が違うんですよ。あれ圧倒されちゃうんですよね、関東大会行っただけで。いきなりないチームはあれで、常連チームってもう何点じゃないですか、うん、1年生の時から毎回来てるから、もう毎度の毎度って感じだもんね、常連チームは。で、なんか中学の時弱かったんで、俺のチーム強いプリしてて弱かったんで、いや軍大会は優勝したんですよ。でもあれも本当のこと言うと絶対優勝できる、あの実力ないのに優勝できてめちゃくちゃ運が良かったんですよ。俺らも強かったんですけど、軍の中でもでもギリだったんですね。まあ2位でいけるぐらいの感じだったんですけど、軍でも2位ギリ2位っていう感じの、3位との差がギリギリみたいな感じの感じだったんですけど、なぜかその2位3位を争ってる俺たちと違う、2位3位を争ってるチームが1位のチームをボロクソにやっつけちゃうんですよ、軍大会。なぜか気合でですよ。10回やって10回勝てない相手に勝っちゃうんですよ、その時は気合で。で、そのチームと決勝やるんで俺たち優勝できちゃったんです。いつもそことは練習試合やってて、そこ気合えててうまいですけど、そこにはいつも勝ってたんで競り勝ちしてたんで、こっちは自信あったんですよ。もう運よく、もうなんか余裕で優勝できた感じだったんですよね。なぜか組み合わせがすごい良かったですね。めちゃくちゃ組み合わせ運ですよね。運ですよね。一発勝負さんね、中学校のあの最後の大会なんで、組み合わせでだいぶ違っちゃいますよね。強いとこ通して通しやってくれるとめちゃくちゃ嬉しいですよね。休めって言われちゃうね、うん、3日ぐらい休みます、うん、休んだ方が正解だよって職場行ったら嫌がられっから今本当に。あの俺花粉症じゃないですか、うん、朝咳止まんないですよ、うん、多分みんな上がってますよ、うちの親父めちゃくちゃ上がってるんですよ、うん、おいおい来んじゃねえとかじいちゃん俺アレルギーだっつってんのに、うちの親父もう子供を見る目じゃないですよ、敵を見る目で見てるんですよ俺お前何してんだよ。あ、先生マスクお願いします。あ、はい、忘れちったマスク、やばいやばい、コロナの話しちゃってマスクしてえらいな。いやもう大変だよ、コロナは本当に大変ですよね。また増えてきちゃいましたもんね。また増えてきちゃった。いやさ、これが第二波ですよ、うん、先生いつまでの俺第二波まだこれからですよ。これが第二波です。これが第2波です。冬に爆発的に来るって言ってたのもこれです。ここから来ます。
もう一回ロックダウン来ますよ、これ。もう一回、今度の本がやばいです。先生、今度のはやばいですよ。今度の流行りやったらやばいです。あの、スペイン風邪の時そうだったんですよ。全くスペイン風邪と似てて、今回の。だから俺、最初の頃から言ってたのは、いらないですよ。やり込みつかめたら探します。先生疲れ取れない。そんなもんないですよ。全然疲れは全然ない。うん、例えば日本やっぱり、ね、運動してからなんですよ。ああ、うん、そうですね。子供たちさ走る。まあ走るまでの間ボール打つとか。ボール打つとかあのリズム運動っていうのがよくて、うん、実はリズム運動するんですよ。例えばあの散歩もいいんですね。うん、リズムして呼吸する、うん、運動っていうのはあの要は。あの脳内にセロトニンを出すんですよ。セロトニンっていうのは、要は疲れを前頭前野って分かるんですよ。大脳、要は人間の疲れって脳の疲れなんです、ほとんどの人。日本人の6割が疲れを感じてるのね。でそれは何で疲れてるかというと、もう要はあの医者行っても何行っても原因不明。ね、何で疲れてるか分かりません。そうすると、大体慢性疲労っていう病気つけられるわけですよ、ね、原因不明の慢性疲労っていう慢性疲労症候群とか言われてね、で何を調べても分かんないわけですよ。そうそうそう、体疲れてるんじゃないですよね、実は。実は脳が疲れてるんですよ。要はこれあのアメリカの大学でこういうあの研究があるんですけど、お猿さんにあの脳にあの気持ちよくなる電源ビビビビってなるとドーパミンが出る。ドーパミンって知ってますよ、脳内物質、脳内麻薬って言われるんですけど、要は電源を流すとドーパミンが出る、ようにして、要はあのここのレバーを押すとね、その電気が流れ続けるようにしたわけですよ。したらネズミどうなったと思います？もう盛りについたメスネズミが入ってこようが、美味しいチーズを置こうが、そのレバーを押し続けるんですよ、死ぬまで。要は麻薬って怖くて、その麻薬だからもう、要は中毒になっちゃってるから、そのドーパミンの、もうドーパミンを出すためにずーっと押し続けるわけですよ。寝ないで、寝もしないで。要は欲求ってあるじゃないですか、三大欲求、性欲、睡眠欲、食欲、全部その欲を全部ぶっ飛ばしてでもそれをやり続けるんですよ。違いになったり、人間でもやってみたんですよ、精神科医。やっぱ同じようなことをやって、全ての欲望をぶっ飛ばして、それをやり続ける。それで現代版の人間っていうのは何が起こってるかというと、この YouTube を作った人も、あの Facebook 作った人も言ってるんですけど、要は中毒になるようになったんですね、携帯を見て。で今の人って携帯見てる時間がすごく多いんですよ。だからこういうところで働いてる人ってすごくいいんですよね。あの パソコンいじんないんで、先生とかパソコンいじるでしょ、相当。あれ、あの光って中毒になりやすいんですよ、要は刺激が。そうすると携帯とかいいねとか欲しがったり、Facebook をいいようにやったりしちゃうわけですよ。依存しちゃうわけですね、その携帯電話。でその携帯電話っていうのはものすごく大脳の前頭前野っていうのを疲れさせるんですよ。どういうことになるかというと、その前頭前野がずーっともう休めない状況になってると、要はこの大脳がオーバーヒートしてると全部の脳が疲れちゃうんだよ。結局全部の脳が疲れちゃう。でじゃあその脳をじゃあどうすればその疲れない脳にできるかって話なんですよ。それは疲れないのにするには、まず太陽の光を浴びるんですよ。絶対太陽の光を浴びなきゃ人間ってダメで、なぜかというと、曇りの日とか雨の日とか、ちょっと
ドヨンとしちゃいませんか、うん、人間ってそういうもんで、要はセロトニンを出さないと、光合成しないと人間って菌が落ち込んじゃうらしいんですよ。だから引きこもっていたりすると、要は疲れちゃう、引きこもってゲームばっかりやってるともう疲れちゃう。あとは麦、要はあのラーメンとかパン食だと疲れやすいんですよ。小麦粉って結構血糖値バーンって上げるでしょ、うん、急に血糖値を上げて下げるってのもやっぱ疲れやすいんで、うん、あとあのそのセロトニンと、そのなんだメラトニンとオキシトシンを出さないとダメ。それを出すとあの前頭前野っていうのが疲れが取れ、すっきりするんですよ。じゃあそのセロトニンとかを出すにはどうすればいいかっていう話なんですけど、その規則正しい運動とか太陽の光、あとグルーミング、グルーミングってどういうことかっていうと、スキンシップですね。例えば人と好きな人と話すのもいいし、もちろん愛し合うこともいいし、イチャイチャするのもいいし、そういうグルーミングっていうのはすごく体を疲れを取るんです。あと疲れを取るのは泣くこと、例えば感動する映画でもいいし、感動して泣くとか、悲しくて泣いてもいいですよ。まあ泣いても、でも泣いた後ってすっきりしませんか、うん、それって脳の疲れを取るんですよ、うん、だからもう疲れたなと思ったら泣ける映画を借りてきて見るといいです。泣けないともう脳みそなんで脳内科学って面白くて、で甘いものってやめられないのはなぜかっていうと、甘いものを食べた時にアドレナリンとベータエンドルフィンっていうのがあるんですよ。そのアドレナリンって興奮する刺激なんですけど、その刺激って麻薬と一緒で人間って欲しくなるんですよ。だから甘いものを食べた時にすごい脳が美味しいって刺激を感じてドーパミンが出るんですね。でその人間のそのドーパミンっていうのはどうしようもないも麻薬なんで、ドーパミンってどういう出るかというと、人に褒められたりした時とか、達成感がある時とか、勝った時とか、もちろん愛し合ってる人、その愛する人と愛し合ってる時もそうだし、なんだ、好きな自分でいる時がドーパミン全開なんですよ。だから好きな自分でいさせることを気持ちよくしないといけないんですよね。好きな自分でいることは。でも人間って努力してる時が一番幸せなんですね、実は。努力してる時が。ところが脳っていうのは努力したくないんですよ。サボりたいんですよ。サボらせたいんですよ、脳は。でも人間って本当は努力してる方が幸せなんですよ。成長してる自分が大好きなんですよ。で、人間だけなんですよ、感情コントロールできる動物っていうのは。犬でも猫、僕猫も犬も飼ってますけど、感情あるんですよ、犬でも猫でも嬉しいとか怒るとか。でも人間も感情の動物だって言うんだけど、人間唯一違うのは感情をコントロールできるのが人間だけなんですよ。自分の感情コントロール、これはもう感情って周波数なんですね。波動を上げられるんですよ、自分で。要は自分で目標を持ったり、こういう自分になる、自分にそうなりたいって目標を持ったりね、自分で目標設定ができるんですよ、人間は。それがすごいんですよ。人間に生まれてきた意味っていうのはそこだと思うんですよ。成長なんですよね、魂の成長、人間としての成長、視力深さとか、その人間的魅力を上げていくところですね。魅力ってどういうものかっていうと、引き寄せの法則じゃないですけど、全てを引き寄せるものなんですよね。人気とかお金とかチャンスとか、もう全てを引き寄せるものがその魅力なんですよ。魅力があればチャンスも来るし、魅力を失わないこと。だからじゃあどういう人が魅力的ですかっていう話なんですよ。だから魅力的な言葉を使い、魅力的なお話をし、魅力的なね、いや髪の毛もボサボサで、ね、あの見た目も気にしない、魅力的ですかって話なんですよ。魅力的な人ってのはやっぱりそれだけ気も使ってるし、
値観高いですよ、やっぱり魅力的な人価値観高い。でどういうのが魅力的かっていうと、年っていう失わないものですよね。体力とか肌の綺麗さ、スタイル、いろんなものを失いますよね、髪の毛。何を俺たちは足していけるかって、魅力って足せるんですよ。じゃあ何を足せるかって言ったら、知識とか知性ですよね。あとは品性とか洗練されていくことですよね。あとはセンスとかも、それも洗練ですね。あとは色気、人間的に色気ですよね。魅力って色気ですよね。色気、やっぱり人としての色気。おじちゃんになってておばあちゃんになってて色気ある人っているじゃないですか。ものすごい魅力的ですよね。人を魅了するものってやっぱり色気だと思うんですよね。内面から出る色気。やっぱり人間なんて40過ぎるとそういうなんていうんですか、言わないといかないとダメですよね。もちろん財力も大事ですけど、財力と年齢に伴う精神性の高さっていうんですか、それだから俺若い頃結構いろんな人見て、お金持ちの人とか偉い人とか見て、こんなもんなのって思っちゃったこといっぱいあって、人間性とか人間的にちっちゃいなとか思ったり、器のでかさとかやっぱり見ちゃうじゃないですか。こんだけすごい人だったら器がすげえんだろうなとか。ところが器って何かって言ったら、その器量って何かって怒らないことですよね。怒るっていうことはもう感情が負けてることなんで、自分の器。怒ってるっていうことはもう感情がコントロールできてないから、悲しみの感情なんで、怒るっていうのは悲しみの感情なんですね。愛か悲しみしかないんで、感情は全ての怒りっていうのは悲しみから来てるんで、第一感で。その悲しみの次に怒りが来るんです。恐怖心の次に怒りなんで、例えば車で乗ってて車が飛び出してきました。恐怖心出た後カチーンってくるんですよ、人間って。危なかったの後人間ってカチンとくるんですよ。人間って恐怖心の後って絶対怒りが来るようにできてるんですよ、脳科学で。だから怒りの感情っていうのは必ず悲しみから来てるっていう。だから第一感情、アンガーマネジメントを説明してますね。最近日本でも流行ってるんですけど、怒りをコントロールする学問なんですけど、で怒りをコントロールするにはどうすればいいかっていう話なんですけど、俺全然怒んだ。昔めちゃくちゃ短気に見えないでしょうけど、めちゃくちゃ短気だったんですよ、喧嘩っぱやって。それでまあみんな信じないですけどね、そんなこと言っても、ほら見た目が優しいから。俺はで、これがね、全然怒んなくなりましたね。アンガーマネジメントを学んで、怒りの感情の第一感情と第二感情っていうのがあって、怒りの原因っていうのが第一感情なんです。で第一感情って大体なんか、ね、悲しいんですよ、自分の、この自分の気持ちを分かってもらえないとか、報われないとか、それがあって怒りが出るわけですよ。バカにされたとか、軽くあしらわれたとか。やっぱ人間大事にされないと嫌なんで、自分でだって自分が一番長くいるんですから、自分と。だから他人を直そうとするよりも、よく人に文句言ってる人ですけど、人を直すよりも自分を成長させる方が大事なんですよ。人を注視してても自分成長できないんで、要はどう自分を成長させるかっていうのを常に考えて、人にとやかく言って自分が上になった気になってる人結構いて、ネットの世界なんかもすごく多くて、俺もいろんな方に注意されたけど、
なんだろう、全然知らない人のコメントしてくるんですよ、うん、まあ、いつものファミリーに言われるのと全然知らない初めての人に言われるのって、まあ、全然違くて、で、いつものファミリーに言われるっていうのは絶対にこう心配して言ってくれてるんですよ。物の見方が違うんで、言ってることが。大体知らない人は攻撃的なんですよ、否定的だし、全て否定的ですね、マイナスだし。俺そういう人の大体あの負けねえんだろうなと、モテないんだろうなと。だって魅力ないじゃん、そんな。仲いい人が言うのと、仲いい人っていうのは心配して言ってくれるわけじゃないですか。心配して知らない人言うのはただの嘘話ですよね。だって関係ないですもんね、そんな人。自分の承認欲求じゃないですか。自分が相手を、あんた間違ってるよっつって自分をなんだろう、上に上げるという、そういう人世の中多いですよ。あのだからあのネットリンチなんかあるんじゃない。ネットリンチする必要はなくないですか。だってお前のここが悪いなって言って意味ありますよ。まあでも俺別にいいですけど、その人なんかその人生をかけてそうやってるだから、自分の人生をかけてやってるもの文句言えないけど、俺はやんないな。人の悪いとこ見つけて騒いでたって幸せになれないもん。やっぱり一番幸せなのは、なんだろうな、人のいいとこを見て褒めてたり。どうせくしゃみしていいですか。いいですよ、危ない危ない、言ってくださいよ、危ない危ない。先生、くしゃみだけは絶対言ってくださいね。いや、本当に本当に短い方がシャレになれないからね、本気で。くしゃみだけは本当に言ってね。ネットリンチする人のネットリンチもそうだし、ストーカーも意味わかんない。自分の人生の時間を無駄にして60、78億人、80億人いるんだよ、中の人が。ストーカーしてる暇ないよね。はい、次だよね。はい、次です、終了です。何考えてんだろう、何執着したい。執着がこうなるんですよ、みんな執着。要は執着がなくならないと人生は、あの、だって人生は別れの連続だって言った人いるけど、本当だなと思いますよ。人生は別れの連続ですよ、出会いと別れの。で、別れを惜しんでるっていうのは垢抜けてないですよ。都会行ったら出会いと別れの連続なんで、惜しまないですよ、そんなに。悲しいって、その時だけでいいんですよ。いつまでも悲しまないで。忘れちゃうっすよ。それが垢抜けてるんですよ、人。いたっけかって感じですよ、過去の人なんて。誰だっけって感じですよ。いや、でも脳科学と心理学は面白いですね。どうにもなんないですもんね、それは本当に。怖いっすよね、中毒になりやすいって言うんですよ、あのあらゆる動物っていうのは、あらゆるものに対して。
癖になりやすい。だからいい癖をつけないとダメだと思うんですね。どうせつけるならいい癖をつけないと、癖付けしやすいんですよ、人間って。何でも癖になりやすいんですよ、同じ時間に同じことやってると。一番健康になるには本当に食べないことで、あの電気機器はあんまり触らないことですね。携帯とかパソコンを触れる時間を少なくして、自然の日光を浴びて、まあ、有酸素運動を歩くとか、ジョギングするとか、リズミカルな運動をしたり、愛してる人と戯れたり、あと感動の涙を流す、感動する、嬉しくて嬉しいとか、ワンワンだけどスッキリするから。アメリカ大統領選とかなりますか ね、 ね、裁判に持っていく気ですよね、トランプさん。これどっちみちアメリカ真っ二つですね。どうなっても真っ二つに分かれるっていう感じだと思いますよ。内戦大きいんじゃないかな。アメリカ内戦大きいんじゃないかなと思っちゃうぐらいすごい、本当にこれ。トランプの記者会見とか米メディアが